まず最初にちょっとラフに書いてみたいと思いますので、少しちょっと可愛らしい子供のお猿さんですね。とこうお茶目な感じの表情をちょっと描いてみます。こういう感じですね。少し斜めになりましたので、レイヤーボタンを押して今の選択して、回転はオンにしますとこのように回転しますので、自由に書いていただいて、あとは画像を調整してもらうといいと思います。ちょっと斜めにした方がいいですので、このくらいにして、はい、このようにして終わりましたら閉じます。そしてさらに少し今を持つと正月の感じが出ますので、はい、このようにしてまずはラフで描いて、それから本番に入りたいと思います。